物合流の差の回収、マインツ SD と現地メディアの反応がこちら。マインツ SD クリスティアン・ハイデル氏は差の回収について、温かい歓迎だったと思う。私の感覚では、彼はすでに歓迎されていると感じています。しかし言語が話せないのは常に問題だろう。なぜなら彼にとって全く新しい文化だからだとコメント。またドイツメディア FAZ は、まず第一に、この問題が解決して佐野が刑務所行きにならなくて済んだことを嬉しく思う。我々はいい選手を得たことを喜んでいるし、彼が期待に応えてくれることを願っていると訪日した。ひとまず歓迎されているようで何より、ドイツではとりあえずは受け入れられているっぽい。マインツとすれば代表レベルの選手を A マッチデーで送り出さなくて済みそうで美味しいかもね。マインツは事件のことは気にしてないよ。それよりもマインツの監督は佐野の英語力コミュニケーション能力の方を問題視してるっぽい。不服ならこれ以上責めるのはお門違い。実名報道だったり示談金の支払いなり、社会的制裁は受けたってことで不起訴なんだろ。クラブで活躍しても日本代表には絶対に選ばれないのが残念。佐野ができることはサッカーを通じて姿勢を示す以外ない。とにかく佐野は真摯にサッカーと向き合ってほしい。マジで事件を起こしたのが海外移籍が決まった後でよかったねって話だな。日本に帰ってきても針のむしろだろうし、欧州で死に物狂いでやるしかないよね。まあ見捨てなかったマインツで精一杯頑張んなよ。マインツには地道に恩返しするしかない。まあ海外で活躍するしか道は残されてない。信じてくれる SD は裏切りないようにしてくれ。